はい、皆さん、こんにちは。X よちです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、今ね、画面でね、ちょっとね、出してもらってますのはね、今ね、流行りなんですよ。チャット GPT っていうね、人工知能を使った、こう、AI のね、人工知能を使った、こう、ツールがあるんですよ。これね、YouTube なんかでも、その専門の方が紹介しておられることとか、それから、一部、趣味のね、果樹の花の栽培とかね、そういうのにもちょっと、なさった方もいらっしゃるんですけども、すごいです。その内容は。はい。もう、例えばですね、読書感想文を作れって、だーっとこう、なんていうんですか、文章をね、こう、要約したりすることができるんですよ。とか、ある程度、こう、じゃあ、こういう視点で読書感想文作ってくれないっても作れるんですよ。ある程度ね、あって。とか、この、仮にですよ、バイクで一番売れている、そのバイクを教えてください。その理由を教えてくださいっても、それ、綺麗に論理的にバーッと書いてくるんですよ。すごいですよ。それはなぜか言ったら、データベースから、全世界のデータベースから、ですね、それをこう要約してまとめて、その自分で人工知能で解析をして、文章に表して回答してくるんです。それもその時間かからないね。ということね。まあすごいツールなんですよ。ですから、例えば 250C クラスのね、バイクで一番売れてるのは何もそうだし、このバイクが売れないのはなぜですかって具体的な名前入れたらね、きっと出てくると思います。こういう点でね、不人気だとかね、こういう点で人気だとかね、とか、そういうこともできるんですよ。とか、Excel を作って、こういうことをやったいんだけども、そのソースを教えてくれたらね、だいたいバーッと出てきて、その通りやったら、そういったらしいね、こうできるらしいですよ。もうきちっと質問が正確だったら、より正確に返してくるというね、そういうすごいやつがあるんですよね。はい。まあ、すごいって言ってでもね、私も長年、パソコンね、使ってきた中でね、まあ、ただほどちょっと怖いもんないって、まあ、これは将来的に有料になるということらしいんですけども、こうセキュリティのね、ところはね、これやっぱり怖いな、と、ここは一番心配した、しましたね。それをすっぱ抜いてですね、すっぱ抜かれたとか、またすっぱ抜いてですね、全部ね、あれするんですよ。もう登録されちゃうんですよ。その電話番号もね、これね、チャット GPT で流れる、電話番号なんかもね、これね、登録して入れることになってますんで、それをすっぱ抜かれたらね、ほとんどね、怖いですよ。おそらく、銀行の口座とか、そういうところへんもね、手つかれる可能性も十分にありますから、そんなことあって、今、アナログの世界で、どういうんですか？いろいろな、詐欺事件出てますよね。私も引っかかりそうになったとかね、クレジットカードの詐欺とかね、あるじゃないですか。これ、チャット GPT を使ってですね、こういうことをね、やりたいんだけど、ったらね、こう、きっと出てくると思いますよ。悪用使おうと思ったら使えないこともないと思いますよ。こういう手だってでした。どういう、逆にこう、例えば聞いて、こういうことに注意した方がいいんだろうけども、とかね、そういうふうに言って、逆にこう、回答を導き出すようなこともできるわけなんですよね。ですから、電話番号とか、メールアドレスを登録せって言って書いてあるけども、これね、すごく魅力的だったんですよ。やろうかな思ったんですよ。ですけど、自分のその、個人情報をね、漏らすっていうことで言いましたら、かなりリスクが高いんで、ちょっとね、やめました。すごく聞きたいことがあるんですよ。試したいことあるんですよ。例えば、バイクのね、一番売れてる何とかね、バイクは、なぜこの車は、不人気車って言われてるけど、どうしたなのって聞いたことで、バーッとね、出てくるんですよ、きっと。やってませんよ。やってもできっと出てくると思いますよ。はい。果樹の栽培のね、方で、農園の方だったかね、名前言いませんけども、その一陸で一番ね、
こう1位と言われてるのは、ね、あのベスト5を教えてくれたら、ね、出てくるんですよ。バーッと出てきて、それはデータ上で集めたやつね。うん、そういう話なんです。ですからまあ、チャット GPT も好き嫌いとかその辺については感情を抜きにして論理的に答えるっていう話になってますから、やはり私はこっちの方が味は好きって、そういう好みのことまではね、分かってないんで、それは正確じゃないとは私も思いましたね、その時に。うん。まあ、これね、高性能のチャットボイスって、高性能の犯罪の利用や予期せぬ情報のリスクあることも指摘されてるって書いてあるでしょ。これはやっぱ怖いんで、やっぱり使いたいんですけどね、やめにしました。はい。チャット GPT ね。はい。まあそういうことで、今日は緊急というか、こう、あれをね、ちょっと、警告を込めてと言いますか、やってみたいんだけどね、やっぱりね、まあ電話番号をこう、作って、それをやってしまう方法もあるかわかりませんけども、作ってね。ですけど、それはね、どうかな、スマホを買って、それ用にして、アカウント取ってってやる。そこまではもうめんどくさいからね。もうしたくないですわ。はい。ということでした。